しのことは。そうですね。あれは。このすぐそばの自動販売機であったかい飲み物買おうとしたら冷たいのが出てきた。泣きだじゃあ、あの、マジ俺の大事だけど運が良かったら悪いから。つけて。樋口さん、仕掛け人でございます。どっちやろ。今渡辺さんに聞いてるんで、しょうがない。